ズベズダン・ミシモビッチは、ドイツミュンヘン出身のサッカー選手。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表であった。ズベズダン・ミシモビッチ、ズビエズダン、ズベジャンなど表記は多数。ポジションは MF。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のキャプテン経験がある。チームの攻撃を司る司令塔タイプの選手。右足からの正確なパスでゲームをコントロールし、チャンスがあれば威力のあるミドルシュートを放つ。妻はマケドニア東部のストゥルミーツァ出身で、二人の間には2004年と2009年に生まれた二人の息子がいる。プロデビューしたバイエルンミュンヘンでは出番がなく、2004年に移籍した VfL ボーフムでブレイクした。VfL ボルフスブルク2008年5月、マルセリーニョの後継者としてFC ニュルンベルクから VfL ボルフスブルクへ移籍。第一節のFC ケルン戦でデビューして同時に初得点も記録した。10月のアルミニア・ビーレフェルト戦では2得点した。2008から09シーズンはグラフィッチとエディン・ジェコを後ろから支え、7得点20アシストと抜群の成績を残した。尻上がりに調子を上げたチームはバイエルン・ミュンヘンなどを抑え、初の優勝を飾った。優勝を決めた。最終節のヴェルダー・ブレーメン戦では先制点を決めた。2009から10シーズン第1節 VfB シュトゥットガルト戦で先制点を挙げた。ディフェンディングチャンピオンがシーズン開幕戦を務める慣例のあるブンデスリーガで、この得点はシーズン第1号の得点となった。2009から10シーズンは33試合に出場して10得点と活躍し、VfL ボルフスブルクでは2シーズンでリーグ戦65試合に出場して17得点を記録した。ガラタサライ SK2010 年8月31日、移籍金700万ユーロでトルコシュペルリガのガラタサライ SK と4年契約を結んだ。10月21日のフランク・ライカールと監督辞任前まではトップ下のレギュラーとして活躍していたが、ゲオルゲ・ハジ監督就任以降は出場機会が減り、11月にはハジ監督と対立してリザーブチームに降格させられ、監督を嘘つき呼ばわりしていた。FC ディナモ・モスクワ2011年3月8日、FC ディナモ・モスクワに3年契約で移籍した。移籍金は500万ユーロと報じられている。貴州人は北京人は2013年1月、中国サッカースーパーリーグの貴州人は属級クラブに移籍。2015年3月、現役引退を表明した。しかし、同年6月に再び、貴州人はで現役復帰した。2016年は、貴州人はより解消した、北京人はに所属している。ユース時代は、ユーゴスラビア代表、セルビア・モンテネグロ代表でプレーしたが、フル代表は、両親の出身地であるボスニア・ヘルツェゴビナ代表を選択した。2004年、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表に初選出され、2月18日のマケドニア戦で代表デビューを飾った。2008年4月には、ニュルンベルクでのプレーに専念するために、代表引退を発表したが、メホコドロ監督の説得により、前言を翻した。2009年4月1日、クラブでもおなじみのエディン・ジェコとのコンビで、ベルギー代表に勝利する得点を挙げた。2014FIFA ワールドカップ後の2014年8月15日、代表引退を表明した。ありがとうございます。